はい、でもきょうぺいちゃんです。さあ、こういうコーナーやっていきましょうということで、今回ですけども、昨日ね、課金ガチャが無料で1回引けますよというイベントを紹介しました。このゴールデンウィーク絶版パーカーっていうところの一番下だね。これ、通算ログイン10日目。まあ、要はログインボーナスでもらえるよってやつなんですけど、その他にもね、もう一個簡単なやつがあって、荒野555ってところの限定ミッション。累計10台の乗り物を破壊する。10台破壊すればこのね、トレーニング勲章ってのがもらえます。これ何かというと、まあもう皆さんご存知かと思いますが、バトルパスのガチャが引けると。まあその中にはね、最近出た伝説とか、あとリミットとかもね、入ってるんで、まあ、ワンチャンね、運が良ければそれらがね、無課金で手に入るということで、今回はね、ルームでやってきます。通常マッチだと他の敵にね、邪魔されそうなんで、ルームでさっきね、ちょろっとやってみたら、ルームでもね、できたんで、まあ、圧倒的にルームでやった方が簡単だと思います。まあ、10台ぐらいだったらね、多分東京マップとか狭いマップとかだったら、まあ、10分ぐらいあればね、できると思うんで、まあ、サブアカ引き連れて、ちょっとね、やっていこうかなと思います。旧マップとかね、新マップだと結構ね、車間の距離があるから、意外とね、時間かかりそうなんだけど、東京マップだとね、結構車とかがね、こう密集してるから、多分ね、すぐ終わると思うんだよね。この新宿エリアでも、結構、車いっぱいあるからね、10台近くはあると思うんで、多分すぐ終わるかなと思います。お、いいね、AK。車壊すにはね、もってこいの武器。マジで、早いからね。で、多分その、すぐ左側のところに1台あったはず。あれ？あー、自転車か。自転車があったね。自転車も乗り物の一つなんで、自転車も壊していきましょう。まあ、10台ぐらいだったらほんと多分10分ぐらいで終わるかな。とりあえずこれ壊そう。爆発してないけど爆発音が鳴る。あ、しまった。俺自分のこの移動用の乗り物1個残しておくべきだったな。ミスったわ。まあまあまあ、こんな感じでちょっとね、車を破壊していきましょう。さあ、ということで帰ってきました。実際にミッションが進んでるかどうか。おー、いってるね。累計10台の乗り物を破壊する10分の10ということで、トレーニング勲章を2つもらえるね。その前に、ちょっと無料分ちゃんとしっかり把握したいから、今8個あるんで、これちょっと4連引いていこう。さあ、4連で当たるか？当たらない！まあ当然だね。俺の引きではね、絶対引けないんで。ということで、単発1回無料分引いていきましょう。結構ね、俺のフレンドとかで、普通に単発1回でね、伝説当てたっていう人もいるし、今でもね、車当てた人結構いるんで、運が良ければね、全然当たると思うんだよね。ということで、引いていきましょう。無料分で、来い！だー！カード、しかも7日間限定のやつ。はい、ということで、まあ、今回はね、僕の引きではあれだったんですけど、まあ、10分くらいでね、無料で1回引けるんで、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。1人かぶってんな。こっから行くか。おー、一生こう殴って、やばい、殺される。ちょ、武器。あ、待って、後ろあんな。なんかあいつもなんか拾ったっぽくない？ここに物資があります。やばい。危ねえ、危なかった。久しぶりに AK の声聞いたわ。一発必中って言ってたね。危ないとこだった。隣にもいるな。ちょっと気をつけながらあさっていこうか。あ、いた。彼死んだな。あいつなんかあんのかな、それともただ単に当たんないぐらい。あそこ渡ってきてくんないかな。いやでもさすがにそれはないか。あ、来た来た来た。オッケー、ラッキー。ラッキー。よしよしよし。せっかく8スコ CS だからね、狙撃したいのに敵がいない。いないかな。アンチがね、結構いい感じに入ってるから、全然どっかの屋上とかにいてもいいんだけどね。あ、いた！なんかいるじゃん。オッケー。やった。SR 気持ちいいよな、やっぱ。一緒で行くと。もう一人ぐらいいないかな。いて！後ろだな。どこだ？そんなに遠くはない感じだったけどね。いった、危なかった。ベスト俺レベル1なのか。不安が残りますね。多分あそこだと思うんだけどな。いやでも全然出てこなくなっちゃった。どっちからだよな。多分そこか、まあ、左側のなんかちょっとした小屋のところか、どっちかだと思うんだけど、全然顔出さないね。いやもういいか。アンチクルスに行く。こっから飛ぶと結構飛べるんだよね。ほら結構飛んだでしょ。結構来れる。さてさて、どうやってアンチで入っていくか。こっちにさっきセダンがあったような気がしたんだけどな。持ってかれたっぽいな。ないね。走ってっか。怖え。めちゃめちゃ撃たれそうなんだけど。ここはアンチ入ってないっぽいね。ギリギリ入ってそうなんだけど入ってない。あ、待って、いるじゃん。エイムエイムエイム。やば。よしよし、まあまあまあ、とりあえず4キル、残りが9人。いけんじゃないか。一旦家の中入って回復したいね。ここで回復してると大体抜かれるからな、いつものパターンだと。ちゃんと家の中入って、ここで回復しよう。完璧でしょ。後ろにいるんだよな。と後ろで特になし。これ後ろから来るでしょ多分、アンチとともに。でここで待ってればワンチャンやれるか、もしくは裏を取れる。足音は聞こえんだけどな。どっかの家入った。足跡マークが入ってないんだよな。どこなんだろう。あ、来た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 。やってる。通り過ぎてたところを裏を取って、今度は俺が行くと。完璧じゃんこれ。この辺にいいんじゃないの。近いね。あ、ほらやってるやってる。ほらほら、こういうことよ。ちょっと待って待って。危ねえ危ねえ危な。オッケーオッケーオッケー。一旦伏せてちょっと回避しよう。残り3人。完璧だったな。作戦通りだった。あれ先行ってた俺がもう挟み撃ちだったからね。危ないとこだったね。さあ残り3人はどこだ。あそこに1人いる。ん、あ、やられたな。あいつがやられたぞ。どっからやられた。だー、外していく。周りこないね。怖いな。もう一人どこにいんだろうね。全然わかんない。ちょ横かいたのね。どっから来た。さっき見た時いなかったんだけどな。くっそー、索敵が甘かったな。ちょっと完成してみようか。残り1対1だしね。応援しよう、この人。頑張れ。俺の代わりにちょっと復活を頼むわ。アンチはでもこの人の方が有利じゃない？いや、ドキドキするね、これ。ドリンク飲んでるね。よし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 。怖い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 。敵突っ立ってない？アンチに飲まれてんのに。頑張れ。向こうの敵結構アンチダメ食らってるはずだから、多分一発ぐらいで死ぬんじゃないか。あれヘッドショットだけ。危ない危ない、気をつけて。ナイスナイス。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。